どうも、こんばんは、NM です。今回は復刻した対策一課強化訓練の特急をこの2周年の記念で配布された素直になれない10日でやっていきたいと思います。まあね、イラストのことについては触れないでおきましょう。画面の前の童貞の君たちが、発狂してコメント欄にいっぱい湧くと思うのでやめておきます、ちょっとリーダースキル見ていきましょう。仲間グールの攻撃力プラス50、グール連携が増えなくなり、仲間に噛みついた時スキルターンマイナス3なんでね、これだけ見ると、まあ、リーダーでは使えないんじゃないかって思うんですけど、まあ、そんなこともなくて、一応スキル見とく。仲間グールの攻撃200でグール連携マイナス3、まあ、これは多分グール連携マイナス3はリーダーした時はそんな意味がないっていうか、グール連携増えないんで意味ないと思うんですね。これはサブの時、役に立ってくるマイナス3だと思いますね。で、カネキは最大体力の 5% 分ダメージを受けるっていうことで、まあこれはあれですよね、殴り飛ばした時の、あ、そんな感じですね。で、1回潜在スキルぶつける思い解放っていうことで、自身はグー連携が増えなくなり、接触攻撃した時仲間、に噛みついた時スキルターンマイナス2、潜在スキルグー連携痛でマイナス 30%、 仲間グールはグー連携が、0の時受けるダメージマイナス30、カネキならさらに攻撃力プラス80ってことで、結局、この10日をリーダーしてると、このプラス80と50でプラス130になるんですね。サブの、まあ、ムカデなり赤眼なりなんなりは。で、0の時って書いてるから、こいつがリーダーの時グー連携が増えなくなるからね、実質ずっと0なんですよね。多分そうだよね、そういうことだよね。だから常に 150% の、補正かかっている、130か130の補正かかっているっていうことですね。ちなみに、受けるダメージマイナス30だから、まあまあまあ HP 補正がかかってるようなもんだよこれは実質ね、実質 HP 補正かかってるみたいなもん。で、潜在スキル、助け合う強さ解放っていうことで、仲間グールは戦闘開始から2回行動するまで受けるためマイナス3万、ターンごとに体力 5% 回復。これちょっと気になるんだけど、戦闘開始ってやっぱフロアフロアごとにだよね。だから2ターン以内に決着すればいいんじゃないですかね。だから、マイナス3万プラス、マイナス 30%、多分マイナス 30% が先に入ってから受けるダメージマイナス3万だから、マイナス 30% の時点で3万超えてないと、あって感じですね。はい。まあ体力も 5% 回復するし、殴られた分なんか回復するんでね、非常にリーダーとしても、強力なんじゃないでしょうか。というわけでやっていきましょう。積んでやる。ああ、これ絶対入ってるよな。上も若干狙ってきてるけど、これがガチャだったら僕もだいぶ課金して引いてましたね。で、今回サブには僕ムカデとフレンドがね、なんかフレンドもなんかムカデにしたろうかなと思ったんですけど、いなかったんでね、赤眼しかいないですね今は。あ、あれがいたな確か。なんだっけ、卵の金買いましたね。さて、とりあえずこれどうやって見るんだっけ？とりあえずバフ使うか。で、噛みついて。噛みつく意味あんのかな、これ。まあいいや、とりあえず噛みついとけ。あ、今気づいたけど、こいつ格闘なんすね。まあまあそうだよな。原作通りに行くなら格闘か。こっち行くか。ああ、やっぱ1しか食らわないですね。よし、行こう。ああ、まあ、ムカデ、僕のムカデちょっとね、4覚醒しかまだできてないんですけど、確か5覚醒目でスキル1で、スキルプラス1で、6覚目でなんだっけな、
積まなきゃ使った時に 60% とか 60% バフでしたっけ、自身に。これで 5% ダメージ受けるはず。なんでそんな風になっちゃったのよ。あ、出血なんだ。金木殴って篠原じゃねえわ、黒岩行きましょう。おら、ドン。これ積まなきゃのスキル使うのいつも忘れるな。一重100千万じゃ126万1位。あ、これ強いぞ。ランキングとかでいたらさ強くないか。わからせます。あ、ミスだ。あのランキングとかでいたら普通に強くないですかこれ。どうなんだろう、いくか普通に。結構厄介だと思うんですけどね。ていうかこの復刻クエスト、てか最近復刻めっちゃしてますけど、そろそろなんか新しいイベント来ないと。僕もね動画のネタがないんですよね。復刻ってやってるこっちとしてもなんか難易度強化とかしてもらわないと。今ってやっぱキャラのインフレが進んでなかなか簡単じゃないですか。あー、なんでなんかもしこれやってくださいとかあれば、あー、できるだけ答えたいと、無理ない限りでできるだけ答えたいとは思ってるんで、はい。やべ、赤眼が3発当てただけで CCG の死神死にかけたぞ。やばくないか。オッケー。透過パンチ。綺麗な。かわいい。足細いな。というわけで今回は対策一家強化訓練の特急でした。素直になれないとか使ってみた感想なんですが、まあ数あるサポート系のキャラの中でもこいつ最強なんじゃないですかね。っていう感想を僕は持ちました。はい、まあぜひとも、まあ、今度はねサブでも使ってみたいと思うんですけど、石が持ってる方はぜひ透過サブ使ってみてください。僕は使わないかもしれないですね。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。